今こそ学びを、若者へのメッセージリレー。今回担当しますのは教育学部の田中健志郎です。私の専門はカウンセリング心理学、スクールカウンセリングについての研究を行っています。人の心について学ぶことの魅力をお伝えできればと思い、カウンセリング心理学の世界、ありのままを認めることの大切さというテーマでお話をさせていただきます。私の専門であるカウンセリング心理学とは、日常生活で起きるさまざまな心理的問題に対処する方法を研究・実践する学問です。皆様も日常生活の中でさまざまな悩みや不安、ストレスを抱くことがあると思います。それらにどう対処するといいのかということを研究する学問です。私は特に相談者の方が抱える心理的問題に対して、それらをサポートする援助者がどのようにコミュニケーションを行うことが効果的なのかということを研究しています。今回の動画では、ありのままを認めることの大切さを紹介させていただきます。皆様が生活していると、以前のテストよりいい点が取れるように頑張ろう、次の大会では優勝しよう、もっと成長しよう、向上心を持とうなどと、成長することが求められる場面が多いのではないでしょうか。また自分自身でも自分に対して成長することを求める、頑張ることを求めることも多いと思います。このような気持ちを持つことは、人が成長するためにとても大切な気持ちです。そのため周りの人からこのようなメッセージを受け取ることが多いですし、自分自身に対してもそのようなメッセージを発信します。ですが、人が成長する、頑張るためには心のエネルギーを消費します。つまり成長すること、頑張ることが求められる、自分自身でもそれを求めると、それは心を疲れさせるという側面もあるということです。成長するためにもしっかりと心を癒すということを意識する必要があります。では心が癒されるときとはどんなときなのかお話しいたします。皆様にとって癒されるとき、居心地の良さを感じるときというのはどんなときでしょうか。音楽を聴いているとき、お風呂に入っているとき、お友達とお話をしているとき、動物と遊んでいるときなどが挙げられるのではないでしょうか。なぜそのとき癒されるのか、一つの要素についてお話しいたします。部屋でリラックスしている状態を想像してみてください。そのときに昨日よりも部屋をきれいにしましょう、いい成績を取れるように頑張りましょう、背筋を伸ばして姿勢よく座りましょう、有意義な時間の使い方をしましょう、ちゃんとしましょうなどと誰かから言われたり、自分自身で考えたりすると途端にリラックスできなくなります。このように成長すること、頑張ることが求められると、心を癒しにくくなり、居場所を感じにくくなってしまいます。正しい姿勢で音楽を聴こう、ちゃんとした言葉遣いでお友達と話をしようとなると癒されないということですね。ではどうすれば癒されるのでしょうか。部屋でリラックスした状態の時に、疲れてるんだね、ゆっくりしましょう、よく頑張ってるね、いつもありがとう、今でも十分だよなどと誰かから言われたり、自分自身で考えたりすると心が癒されやすくなり、居心地が良くなるのを感じていただけるのではないでしょうか。そうです、ありのままを周りから認められるとき、自分で自分自身のありのままを認めるとき、私たちの心は癒されるのです。成長することや頑張ることも大切ですが、それだけでは心が疲れてしまいます。
ありのままを認める時間もぜひ大切にしてみてください。そしてお友達や家族などの他者に対してもその人のありのままを認めてあげるコミュニケーションをとってみてください。以上が私からのメッセージです。人の心について学ぶことに少しでも興味を持っていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。